アンゼルム・ホイエルバッハ・パウル・ヨハン・アンゼルム・フォン。ホイエルバッハは、ドイツの刑法学者。名前は、ホイエルバッハとも表記される。イエーナ近郊のハイニーヒエ生まれ。父ヨハン・アンゼルム・ホイエルバッハは、当時20歳のイエーナ大学法学生で、後ギー選大学を経て、フランクフルト・アムマインで弁護士を開業した。母・ゾフィ・ジビュレ、クリスティーナ・クラウゼは、イエーナ領主領3時間の娘で、 法子学者、ヨハンザロモン・ブルンクベルの孫にあたり、当時24歳であった。1792年10月、フランクフルト在住時に、父親の浮気相手を殴って家出し、イエーナにある母方のおばを、頼りイエーナ大学法学部に、同年12月に入学。その後、病を得たことを機に哲学部に転部して、カール・レオン・ハルト・ラインホルトの指導を受け、カント哲学を学び、 また、ジャンジャックルソーに感化された。博士号を取得した後、ドルンベルク上管理人の娘で、ザクセンバイマル広告のエルンスト・アウグスト一世の、被着子妻子にあたるビルヘルミーネ・トレスターと結婚。妻子を扶養するために法学を学び、1799年に法学博士号を取得、法学部の志向士となり、1801年には、連邦の無休教授となった。 1799年から1800年に表した実定刑法における原理及び根本概念の政策は彼の自由主義的刑法観を示している。市民的刑罰及び確定刑罰法規の概念を確立し、刑罰法規絶対の思想、法律絶対の思想を樹立した。これは刑法思想の近代化を推進する歴史創造的理論を確かなものにした。その後は、 キール大学やバイエルンのランツフート大学で研究を続けた。バイエルンではバイエルン刑法典草案を起草し、1813年にこの草案を元にした刑法典が交付された。カスパー・ハウザーの事件ではことの天末一切の記録を本に表した。これにはハウザー死後の解剖報告書も添付されている。1814年にバンベルク高訴裁判所、 第2所長、1817年に、アンスバッハコー裁判所、第1所長となった。1833年に卒中を起こし死去。5人の息子と3人の娘を設け、うち4男のルートビヒアンドレアス・フォイエル・バッハは、ヘーゲル・サハの哲学者となった。画家のアンゼルム・フォイエル・バッハは孫である。フォイエル・バッハは自由主義的発想に基づき、従来の財経戦断主義を排して、 財経法定主義を打ち出した先駆けとなった。その内容は以下のようなものであった。ウィキメディアコモンズには、アンゼルム・ホイエルバッハに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。